こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、こんな不用品でも売って稼ぐことができる商品とは、初心者必見、こんないらないものでもお金が稼げる方法とは、というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、無料で稼げる商品、実際稼げます。ぜひね、これ紹介させていただきます。はい。こちらですね、なんとですね、この袋なんですね。はい。ですね。で、これ、よく見るとブランド品もあるんですよね。ブランド品も多いんですよね。はい。ですが、例えばですね、ここにスターバックスとかってあるんですよね。ちょっとクリックしてますね。はい。スターバックスの袋です。6枚未使用ですね。はい、こういったね、身近なものでも、お金、390円お金になりますので、ぜひね、ブランド品のね、袋っていうのは確かに儲かると思うんですけど、こういった身近なね、スターバックスの他にも何かいろいろあると思うんで、そういったものをね、出品していただければ、メルカリで、ね、稼ぐことできますので、ぜひね、出品していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル。10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントに行くようなスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けません。ライト登録によろしくお願いします。あと、グッドボタンですね、お待ちします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。